夢ラジオ第657回、今日は平成29年8月8日火曜日、時刻は午後7時、横浜港北、夏の夕べ、だいぶ日が陰ってきました。今回は北に面した窓で放送しています。取り上げるのは超国家主義の論理と真理、超国家主義の論理と真理、丸山正雄の論文、これを取り上げましょう。丸山正雄は戦後すぐから東大法学部で政治学を担当し、戦後日本の政治学を規定した人、また東大法学部が日本のエリートを出す機関であったことから、その丸山の意見がエリートたちに大きな影響を与え、戦後の思想形成、その意味では丸山正雄についてもこの夢ラジオで取り上げておきましょう。まあ一番わかりやすいっていうか、一番予備知識のないリスナーの皆さんにも紹介しやすいのはこの超国家主義の論理と真理、これでなんていうかわかりやすいのかよ。タイトルにある超国家主義ですけど、国家を超えたもの、日本の文脈で捉える場合、それは天皇となります。結局天皇を論じた本で、あの論文ですね。書かれた時期は1960年代ですから、もう今から50年くらい前の文章です。日本は明治以降ね、近代国家の形成過程において国家主権の技術的な、そして中立的な性格を表明しなかった、こう始めるんですよ。日本は近代において国家主権のはっきりとした定義をしなかったと。でね、その国内で、日本のね、日本の国内で保たれる秩序が意識的に定義されない、意識的に自覚されない場合、その秩序は普遍化してしまって、私的な領域がなくなっていく。あるいは国家の秩序と関係のない私的な領域がなくなっていく。つまり主権とは何か、国家とは何か、国民とは何かを近代以降も日本はなんとなく定義せず、しなくてよかったんですね。であるがゆえに、その国家の秩序というのが社会のあまねくこう広まっちゃって、私的な領域っていうプライバシーですかね、プライバシーがなくなっちゃう。プライバシーもその国家のものとなってしまうと。
もうちょっと分かりやすく言うと、私生活プライバシーの中にもその国家権力が入り込んでくる。しかもこの国家権力というのは、あのその政府とか警察というよりはむしろ天皇ですね。私生活の中にも天皇とか国家が入ってくると。だからこの日本に特有のその私生活のなさ、あるいは国家秩序が広まるっていうのは20世紀にあの起きた全体主義とは直接関係がないと、そして私的な領域っていうのが国家と結びつくため、本当に私的な領域っていうものがもしあれば、本当に私的な領域っていうのがもしあれば、それは国家に背く悪、国家の意思と関係のない後ろめたいもの、そう自覚されちゃう。丸山はそう言うんですよ。結局こうなります。丸山のこの論が正しければね、自分の人生って国家と結びついて初めて意味を持つ、ね、自分の人生、私的領域も含め国家と結びついて初めて意味を持つ。そしてこの場合の国家というのは、何度も言いますが、政府とか警察とかああいうのじゃなく天皇です。国家主権というのは精神的な権威であり、日本ではね、精神的な権威であり同時に政治権力でもあると。一元的にこうその広まっていくわけですよ。夏目漱石のね、それからっていう小説から引用するんですよ、丸山さんは。その小説の中ではね、なんかある登場人物が、俺の人生はね、国家のために捧げてきた、国家に捧げていない俺の人生の部分なんかない、こんな風な言い方するんですよ。ここにこそ、ね、この夏目漱石が書いたそれから、この小説の登場人物のセリフにこそ超国家主義というんでしょうか、あるいは日本の天皇と個人との関わり合いが端的に表されているよ。丸山はこう言うんですよ。ヨーロッパの場合、国家主権あるいは主権者というのは選ばれるんでしたね。そして国民から選ばれたものが主権者で、そしてその主権者が都合が悪くなってきたら解体してもいい、こうでしたね。この夢ラジオでもロックの思想、ホブズの思想ご紹介しました。つまりヨーロッパ、欧州の国家主権、欧州の主権者っていうのは名もないところからみんなに選ばれてふっと出てきて、そしてあの都合が悪くなったら変えてもいいと。ところが日本の国家主権、まあ天皇ですね、国民じゃなくて天皇、国家主権、これは無から出てきたわけではなく所与のものなんですよ。すでに与えられたところのものなんですね。ですからこの究極的なこの実態ですね、この究極的な実態、つまり天皇、ここへの近さ、こんな言い方するんで、ここへの近さこそ
国民の精神的原動力なんだと。つまりできるだけ天皇に近づきたいと、できるだけ中心に行きたいと、それが国民の精神を突き動かす力なんだと、日本ではね、こんなことも言ってますよ。例えばナチスの指導者、ナチスの指導者は今次戦争についてその原因はね、開戦への決断明白に意識して行ったと。開戦への決断は、そしてそれが戦争の原因、明白な意識を持って行ったナチスの指導者はね、一方我が国の指導者、すなわち日本の指導者は、これだけの大戦争をやりながらですよ、自分こそ戦争を起こしたという意識が全然ないと、みたいな。つまりその戦争指導者と呼ばれた者たちにその主権者としての意識がなかったんですね。よし戦争をするぞと思ってやってない、なんとなく始まっちゃった、どうしてそういう風になるのか。いや、実体的な主権が天皇にあるからですよ。そしてその天皇に近くあればあるほど自分が幸福になれる、それが日本人の精神的な、原動力なんですね。もちろんじゃあその一番中心にいるその天皇ですね、その中心にいる天皇がじゃあ本当に自由なのか、道徳の根源体である、そして権威の中心的実体である天皇が本当に西洋が言う唯一の主体的自由の所有者なのか、国民は全部そちらへと近づいていきたい、近づいていきたいと思っている、その対象である天皇は本当に自由の所有者なのか。これについてのはっきりとした答えはないままこの論文は終わってますね。ですからやっぱり天皇というのをしっかりと真正面から論じることは はばかった丸山はねと思われます。そうではなく、今回のこの論文、超国家主義の論理と真理というのは、国民から見て天皇がどういうものかっていうこと、それを論じたものです。天皇こそ日本では国家主権なんだと、そこに実体があるんだと、けれどであるがゆえに政治の指導者たちは自分が主権者であるという意識なく、大きな決断でもなんとなくさらっと決断してしまった、戦争ね。じゃあその実体である主権者の天皇がその戦争を決断したのか、歴史的にはいいえですね。この夢ラジオの歴史日本史のアーカイブでも何度もお話ししてきたように、昭和天皇は一貫して非戦、戦争してはいけないでした。ということから、ここから先はこの論文から離れちゃうんですけど、ということは日本ではしばしば大きな決断が天皇
でもなく、あるいは政府指導者、政治指導者でもなく、なんとなく決まってしまうということもあり得るってことなんですね。これは危険なことです。ここまではこの丸山の論文、筆が及んでいないんですけど、まあ丸山のこの論が正しいとして、日本では実体的な主権者が天皇であると、そして国民はその天皇との近さによって自分の幸福度を測ろうとする、そして国民は国家に対して何がどういう貢献ができたかで自分の人生の価値を測ろうとし、事実上国民にとっての私的な領域がなく、国民の私的領域の隅々にまで天皇が入り込んでくる。この論が正しければ、さっき言った大きな決断が天皇の決断としてでなく、政府指導者の決断としてでもなく、なんとなく起きてしまう。実はそれが大東亜戦争でもあった、実はそれがシナ事変でもあった。天皇論というのは実は非常に論じにくいテーマで、この丸山の超国家主義の論理と真理においても、論じられているのはあくまでも天皇と国民の関係の部分。また非常に日本国民にとって天皇というのは、まあ、大切なものでもあるので、軽々に論じることも難しい、それは確かです。私もこの丸山の論文を叩き台にはしながらも、日本の歴史の中で大きな決断が誰によってでもなくなされうることもある、この指摘に今回は留めておきましょう。夢ラジオ第657回、今回は丸山正雄著、超国家主義の論理と真理、取り上げました。もうだいぶ暗くなってきました。今から夏の良い豊かな時刻が始まります。